皆さんこんにちは。20日大根の水耕栽培を始めてみました。用意したものは水切りかご、水切りかごトレー、プラグトレー、ろ過ウール、アルミホイル、種です。まず母対策にアルミホイルを敷きます。プラグトレーのカットは画像の通りです。次にろ過ウールを切断していきますが、マスクをつけてください。切り終わったらトレイに詰めていきます。種を入れる溝を作ります。種をまいていきます。水を全体にかけていきます。次回も更新していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。